どうも、おはこんばんちは。プラントムーンライダーことプラムーンです。今回は2018年7月5日にフルモデルチェンジされ発売されたスズキの新型ジムニーシエラを夫婦で試乗しに行ってきました。こちらは登場から3年弱の2021年10月20日にマイナーチェンジされ2型として発売開始されています。今回のマイナーチェンジでの変更点は、1つ目にフォートマ社のジムニーシエラで 2WD の際、停車時のアイドリングストップが作動するようになりました。アイドリングストップが追加されたことで、燃費が WLTC モードで、ジムニーがリッター 13.2kg から 14.3kg に、ジムニーシエラが 13.6kg から 14.3kg に向上されています。2つ目はオートライトシステムが全グレードに追加され、3つ目はジムニーにスペアタイヤロアカバーが付きました。現在のジムニー、ジムニーシエラの納期状況は、2021年10月20日にスズキディーラーに問い合わせたところ、ジムニーがおおよそ1年、ジムニーシエラが1年半という回答でした。ただこれはあくまで目安であり、現在の半導体不足の影響などの問題により前後されることも大いにあると思われます。またかねてより噂されている5ドア仕様のジムニーロングが日本市場で発売されるかどうかも現時点では全くわからないそうです。今回試乗したグレードはマイナーチェンジ前のモデルになりますが、 JC の 4AT です。価格はマイナーチェンジ前が税込み205万7000円で、マイナーチェンジ後は208万4500円になります。ボディカラーはピュアホワイトパールでプラス2万2000円です。ジムニーシエラのボディサイズは全長3550mm、全幅1645mm、全高1730mm で、車両重量は1070kg、 乗車定員は4名です。エンジンは 1.5L 直列4気筒エンジン K15B型で、最高出力102馬力、最大トルク 130Nm になります。今も大人気で納期もすごいことになっていますが、この魅力いっぱいのジムニーシエラの走りがどうだったのかは、ぜひ本編で確認してみてください。今回も運転が苦手な妻も試乗していますので、こういった動画では数少ない女性ドライバー目線の感想もお聞きいただけたらなと思います。それでは早速試乗編行ってみよう。今日はこのスズキのジムニーシエラに試乗させていただいてます。このジムニーシエラは 1.5 リットルの4気筒エンジン NA エンジンになります。燃費は WLTC モードで 13.6kg です。このジムニーシエラも大人気で、納期がね結構長いみたいなんで1年ぐらいと言われています。これの軽自動車バージョンがジムニーになるんですけども、そちらはさらに人気みたいですね。そちらも納期が結構1年以上とか、結構場所によるみたいなんですけども、結構かかるみたいです。大人気車種？そう、めちゃくちゃ大人気なんです、このジムニーとこのジムニーシエラ。今街中走っていますけども、この 1.5 リットルのエンジン、そんなに力不足さっていうのは感じないですね。うんうん、静かに走る分にはそんなにね、音もそんなうるさくないよね。うん、思ってたほどエンジンスペック的には、最高出力102馬力、最大トルクが 130Nm になります。だからスペック的にはね、そんなにパワーがすごいあるとかっていう車じゃないんだけども、こういった下道でゆっくりアクセルを踏んでる部分には、そんなにね、うるさくないよね。うん、もっとうるさいのかと思ってたね。正直思ってた。見た目がね、こういう武骨いかっこよさがねありますね、ワイルドな感じがね。音も結構すごいのかなと思ってたんですけども、こういった普通にゆっくり走る分にはそんなうるさくないね。ただこれから峠道始まりますけども、そこでどういった感じになるかだね。さあ、それではここから峠道行ってみましょう。行ってみよう。フラントマンライダー、これでは後ろもいませんのでアクセルを緩めて発進したいと思います。はい、ベタ踏みで行ってみます。はい、
頑張ってるね。頑張ってんね。エンジンが頑張ってるって感じがします、うん、あ、なんか久々になんか車って感じの、うん、かっこいいねこれね。ね、かっこいい、ワイルドな音がします、うん、車内に響き渡るね、うん、エンジンの音が。これ気持ちいい音だねこれね、うん、うるさいっていうよりか気持ちいい。そうそう、車を操ってる感じがしますね。確かに、うん、意外となんかそう、久々にさ、うん、あの音する車っていうかさ、静かなんが好きやからそんなんばっかり乗ってたやん。あ、ね、まあ、ハイブリッド車は結構乗ってたんでね、最高の車だったら、うん、だからその中でもね、うん、どうなんやろうと思ったけど、うん、やっぱこれはね、そういったハイブリッド車とはまた全然違いますよね、うん、魅力がね、うん、このワイルドな走りめちゃくちゃ気持ちがいい、うん、今ちょっと雨が結構降ってきましたけども、雨とかこういうの似合いますよね、こういったジムニーシエラとかね。思った、うん、うん。サスペンションは本当柔らかいですね。結構やっぱりここの峠道はね、うん、坂道が結構厳しいんでアクセルを踏み込まないといけませんので、うん、やっぱりエンジンはね結構うなりますけども、うん、それがいいんですよね、うん、このジムニーに関しては運転してるって感じだね。そう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 、うん、本当今からどこに遊びに行こうみたいな感じが ねすごいワクワク感がすごいするね。アウトドアスポーツの本当、うん、見た目もさやっぱりなんか好きそうだよね、うん、なんかキャンプとか行く、行きたい人、今流行ってるやん。そうだね今ね、うん、ジムニー女子とかも流行ってるからね、うん、見た目可愛いのにね。そうだね、結構武骨だけどなんか真四角な感じというかが可愛らしかったね、うん、この車。女子には軽自動車のねジムニーの方が人気があるのかもしれないね。こっちの大きいのはやっぱ男性とか好きそうかなって感じがしますね。うーん、まあ、どちらもでも人気ですからね、うんうん、やっぱりハンドリングはやっぱり独特な感じがしますね。うーん、やっぱり真ん中中央部分に結構遊びありますんで、うん、ちょっとこれぐらいちょっと揺さぶる部分ではそんなにね曲がってくれませんので、結構カーブの時は結構回さないといけませんね、このステアリングは。やっぱ違うんだ、うん、初めは若干違和感があるかもしれないです。うんうん、結構回すような感じですよねこういったカーブの時、うん、あ、うん、確かにいつもよりいつもよりはハンドル回してる ね回してるね。そうそうそう、回してる回してる、うんうん、まあ、こういったね、うん、ジムニーとかジムニーシェラとかはアクロ走破にね特化してますんで、こういった街中とかこういった峠道の普通の道ではねカーブとかどうなんだろうと思ってたんですけども、うん、そんなめちゃくちゃロールがひどいとかっていう感じはしませんね、うん、結構なんか揺れるって聞いてたんだけどさ、うん、そうそう、人によってはね運転しててもね酔うっていう方もいらっしゃったみたいなんですけども、そんな感じは今のところしないね。しない ねあのこの画像、うん、動画撮ってたよ人がいたって言ったからさ、うん、結構昔横行やったから危ないなと思ったけど、今全然そんな感じない。そう、私も車酔いとかね結構しやすかったんですけども、そんな感じはしないね、うん、普通だ、いい意味で、うん、やっぱりこのジムニーのねこのラダーフレームっていうがっしりとしたね、うん、強靭なフレームになってますんで、うん、そういったそんな酔うみたいな感じはないね。ないね、うん、となんかガタゴトしちゃうのかと思ってた、うん、本当になんかサスペンションがしなやかって感じがする、うん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 、ね、衝撃を本当吸収してくれてる感じだよね、うんうん、試乗車だからアクロは走れないけど、うん、走りたくなりたく、まあ なってみたい。これでねちょっとね川とか走ってみたい ね林道とか ね多分そしたらめちゃくちゃ楽しいと思うよな。もう童心に帰ってめちゃくちゃ楽しいと思う。あ、ワイパーも静かだね。今雨降ってるんでワイパー壊してるけど、うん、ワイパーも小ぶりな感じだね普通の車と比べると、うん、でも小ぶりだけど2つあるからさ、うん、すごいなんかしっかり消してくれてる、ね、こんなキュ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 うるさくないもんね。うるさくないね、うん、うちのベゼルは音するときあるからね、うん、サイドのねこのガラスとかもひどいですし、やっぱり前面も立ってるような感じなんでね、すごい視界がいいよね、うん、そんなに背のさ、なんかあの、うん、とか乗り降りはやっぱりさ、あの、うん、背高やねんけど、うん、車自体はさ、すごい大きいっていうや
クトないやんか。そうだね、コンパクトはコンパクトだね。コンパクトやんか、うん、そやけどこの視界感ってすごいね、うん、圧迫感もないね。あ、そうだね、圧迫感全然ないね、うん、このフロントのこの横がね、ほんとミラーがね、うん、ここでえぐれてるような感じもしますんでね。まあえぐれてるからそこの視界もいいよね。深くこう見えるようになってた、うん、アクロとか走るときとかね、そこいいかもしれない ね、見やすいみたいな感じで、うん、これね、ほんとね、昔思い出すというか、これ楽しいよ、この車。私昔キムタクがやってた CM のラブ4っていうのに乗ってたんですけども、うんうん、そういった車にね、似てるんですけど、やっぱちょっと昔を思い出して楽しいですね。こういった車って本当に10年、20年乗り続けたいような車だと思います。うんうんうん、うん、これ所有欲あるだろうな、本当に。街中の喧騒を逃れて、うん、こう山道とかで、そう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 、ちょっと癒しを求めつつ、うん、なんていうん、アトラクション的なこう冒険も求めてみたいな感じ。ああ、そうだね、冒険心をくすぐられるね、本当に。これでキャンプとか行ったら楽しいだろうな。ちょっとここでまた後ろがいませんので、ここから上り道ちょっとアクセルベタ踏みしてみようと思います。はい、それでは行きますね。はい、おー、なっとる。おー、かっこいい音だね、これね、ザ車ね。音は結構ワイルドなあれだけど、そんなスピードがね乗ってるわけじゃないんだけど、うん、でも迫力あるよね。うん、うん、これ4速オートマになりますんでね、うんうん、これは5速オートマとかだとまた違った感じになったんでしょうね。いや、このねエンジンがね不快な音っていう感じがしないんだよね、うん、もっと荒々しくなるんかと思ったら、うん、そんなにでもなかった。これ一応ね、いい意味、5速マニュアル車っていう設定もあるんだけど、5速マニュアル車、そうそう、うん、マニュアル車でね運転したらまた楽しいだろうね。マニュアルな、マニュアル楽しいよ、この車絶対。さあ、もう一度緩めてからアクセル踏んでみます。おおそうだね、おお時間が経ってからやっと加速してくれるかなって感じがしますね、こういった上り道だとね。うん、うん、ただパワーが物足りないっていうわけじゃないんだけどね、全然、まあ、めちゃめちゃあるっていうわけでもないけど、まあ、うん、でも、うん、パワー不足感は感じない、うん、やっぱ踏み込んでやっとスピードが乗ってくるかなっていう感じありますね。初速ではなかなかスピードが乗ってくれないけど、結構地面が濡れてきたんですけども、うん、そんなにロードノイズがめちゃめちゃうるさいとかっていう感じ全然しないね。しないね、うん、本当にサーッとしたような感じの音ですね、うん、ただずっと終始なんかエンジンのサーッていう音、うん、なんかそういった音がなんかフロントから聞こえてきますね。なんかね、うん、なんだろうね、エアコンじゃないしね。エアコンじゃなかったね、うん、まあ、そんな不快な音っていうわけじゃないんですけどね、うん、うん、結構でも外の音はそんな拾わないよね。うん、そんなにね、もっとね拾っちゃったりするのかと思ってた、うん、そう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 、そんな拾わないね。うん、やっぱこのシエラはね、こういった狭い道とかでも全然ね、うん、最初回転半径が多分 4.9 ぐらいだったのかな、うんうん、取り回しが一緒ですよね、うん、サスペンションはねほんとふわふわっとした感じはしますけど、うん、でも安定感は結構感じますね、うん、そんな不安感はないですよ、うん、もっと本当にねこういった荒れた道とかだったらガタ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 ってね、うん、するのかと思ってたけど、全然そんなガタガタはしないよね、うん、思ってたのね、違う、うん、走りは全然違うね、うん、本当にいなしてくれたよねサスペンションが、うんうん、もっとなんかすごく揺れたりするって聞いてたからするのかと思ってた、うん、そんな感じしないね、全然コツコツ感も全然ないよね、ない、うん、すごい路面悪いんだけどねこういう道 ね。さあ、こっからトンネルです。ほい、こういった道でどうなんでしょうね、こういった道でも合うよね、こういった道が合う、ひょ、こういったジムにね、狭い、怖いよ、でもスイスイ行っちゃう、スイスイ行けちゃうね。あー、抜けた。さあ、ちょっとしたねこういった林道みたいな感じ入ってきましたけど、すごいね、やっぱこういう道合うね、楽しい ね、緑が合うよね、ワクワクする、めちゃくちゃ楽しい、うん、こういった道が楽しい、楽しい、このジムニーシエラ、なるほど、うん、また来た、狭い道来た、ね、
こういった狭い道でも全然苦ともしませんよ。もうほんとワクワクするね。もう楽しくてしょうがない、うん、今日晴れてたらよかったのね。ね。まあでも雨とかも似合うからね。まあね、全然それはこのシエラは何なんだろうね。本当にいい車っていうのね、やっぱり走りが静粛性が高かったりとかパワーがあったりとか、そういったいい車っていうのはいっぱいあるんですけど、これはそういった車とは全然違った方向ではあるんですけど、楽しいんですよ。なんか走ってて遊び心くすぐる、そう、運転してて楽しいのよこれ。本当やんちゃな童心な気持ちに変えれるっていうか、なんて言うんだろうねこの楽しさ。子供心に変える、このジムニーじゃないと味わえないんじゃないかな、こうやって本当に。あえて本音のことを言いますけど、そんなめちゃくちゃハンドリングがいいっていうわけじゃないんですけど、この遊び感がまあ楽しいんだよね。なんか操作してる感じが、うん、やっぱカーブとかだと結構ハンドルね、回さないと本当に曲がってくれないんだけど、それもまたね慣れたら楽しいのよ。それが楽しくなる、 それがもうジムニーっていう感じなのかな。本当にこの味付けがパワーもね、それはもっとあった方が、こういった上り道とかでもねパワー不足感っていうのはないとは思うんですけど、またこれはこれでいいんだよね、エンジンがこのうなった感じ、この走らせてる感じは淡路合わせてくれるんで、この 1.5 リットルもね過不足感を感じないんだよね。結構運転慣れたね。そうそうそう、だいぶ慣れてきた。初めはねちょっとハンドリングとかなかなか慣れなかったんだけど、通常走行になってきた。やっとね慣れてきたな。やっぱアクセルを踏み込んでからのタイムラグは正直ありますね。タイムラグは正直あるんだけど、それがそんな嫌じゃないんだよね。こういった坂道でちょっと緩めてから踏み込むと、一瞬ね上りがねパワーないかなと思うんですけど、思わせるね。そう、踏み足すと結構登ってくれるんだよ ね、 ね、それが気持ちがいい。なんかやかましいって感じじゃない。そうそうそう、ね、やかましいじゃないんだよね、この車に関しては。まあ、この車には電動パーキングブレーキとかオートブレーキホルダーとかもついてないんですけど、こういった車にそれを求めるのは酷ですよね、本当ね。こういった車はそういうのも必要ないような感じもします。結構エンジンボーってうなってるからね。でもそれが不快な音じゃないんだよ ね、 ね、無理して頑張ってるでもないねよね。なんか、まあ、頑張ってるよ。結構無理して頑張ってる感はある。でもそんな風な音っぽくは思えない、ああそうだね、結構のエンジン音とアクセル踏んだ感じでは、もっとスピード乗ってもいいような感じもするんだけど、それとはね比例してそんなスピード登っていかないんだけど、それもまたジムニーかなっていう感じなのかな。あんまりガーって言っても怖いからちょうどいいのかもしれない。それはまた違うと思うけどね。女性的に分かんないけど、一番はこのハンドリングの慣れかな。やっと慣れた感はあるよ、ね、そう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 、ほんとふにゃふにゃっちゃふにゃふにゃみたいな感じだからね。フラントマンライダー、ここからチナポンと運転と変わります。はい、ちょっとここまでね、結構30分ぐらいチナポンの運転で走ってきたんだけど、どうですか。最初ね、あの小回り聞くから運転しやすいと思ったら結構コツがいるね。そう、初め慣れるまではねコツがいるかもしれないね。すごい上級者な車な感じはする。でも慣れてしまえばね、そんなに抵抗ないよ。ないよ、多分30分1時間走ったらもう抵抗なくなるんじゃないかな。私も運転し始めはねちょっと抵抗感というか、ステアリングのねフィーリングはちょっとなかなかつかめなかったんですけども、まあ、そのうち30分も走ったら全然慣れた ね、 ね。ブレーキの質感は結構ソフトな感じだね。まあ、効きが悪いっていう感じではないんですけども、めちゃめちゃ踏んだ瞬間にガッとガツンと効くっていうわけじゃなく、本当にスーッと止まってくれるような感じですね。緩やかは緩やかかな。アクセルの感じとちょっと似てるね。アクセルもどっちかというと踏んだ瞬間はそんなに音はね、結構すごいボーっとなるんですけども、そんなに前に進んでいく感じはないんだけど、途中からねスピードに乗ってくるとパワー嘘感が感じないんだけど、ドッカンパワーみたいなガーンっていうわけではないんだけど、
でも音はすごいね、初め踏んだらね。なんかめっちゃ自分が飛ばしとんかな、うん、思うねんけど、結構スピード出てるかなと思うよね、うんうん、だけどそんなそこまで出てない。そうだね、うん、アクセルも本当にブレーキも本当に初めの出だしは本当にソフトって感じだね、うん、そうだね、うん、ゆっくり効いてくるって感じですね、うん、スピードもゆっくり徐々に乗っていくっていう感じですし、ブレーキもゆっくり徐々に効いていくっていう感じです。そんな感じだね。うん。ただ別に不安感とかはないですね。ブレーキが効きが弱すぎて不安感っていうのはないです。うん、で逆にカックンブレーキにもならないんで、うん、そんな車酔いはしないですね。うん、しない。まあ人のレビューによっては車酔いしやすい方もいらっしゃるっていう感じを見てたんで、どうだかなと思ってたんですけど、結構ここまで1時間ぐらい乗りましたけども、うん、そんな車酔いとかは全然しませんね。しなかったね。うん。こういった峠道とかね、こういったカーブとかで結構ロールもすごいかなと思ってたんですけど、そんなに言うほどじゃないね。うん。いい感じ。うん。そんなに体があっち行ったりこっち行ったりとか、そこまでは動かないね。ないね。うん。体がそうだね、うん。取られるとか滑っていく感じはない、ね。そこまではないよね。すごいね、そう考えたら、うん、椅子も別にさ、すごいさ、ホールド感の強い椅子とかあるやん、うん、ああいう仕様なわけじゃないけど、うん、別に体が横滑りしてどうとかいうのはない。そうだね、うん、ワイパーちっちゃめだけど邪魔にならないね。あ、そうだね、ならないね、うん、うん、だからちょうどいいのかな、うん、しっかりちゃんと雨弾いてとか避けてもくれてるし、うん、エンジンの音はね、結構するのはするんですけど、うん、音はするね。でもロードノイズがそんなに思ったことしないね。ね。ロードノイズほんと静かだよ。もうちょっとなんかあるのかと思った。そうそう、結構うるさいのかなと思ってたけど、ロードノイズは静かだね。意外とそうじゃなかった。遮音性は結構あるかなと思いますね。外の音そんな入ってこないから。うん。軽快な走りしてくれとるよ、うん。これは女性でも扱いやすいんじゃないかな、この大きさ。あー、確かに。うん。今、キャンプ女子の人らもいるから。そう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 。楽しいかも。うん、ジムニー女子になっちゃう？キャンプ用せえへんの。まあでも1年待ちとかになっちゃうかもしれないけどね。なかなかそれでね、購入を躊躇される方もいらっしゃるみたいですね。こういった峠道でも全然楽しめましたね、ほんとね。だね。うん。とか雨降ってて気分が奥にならない車は初めてかも。ああ、そっかそっか。雨も似合う感じ。ああ、だからなのかな。まあこういったね、パートタイム 4WD っていうことなんで、まあこういった普通の道だと、普通の 2WD で走ってると思うんですけども、特にそんな、でもどっしり感ある程度あるよね。うん。そんな流されるような感じあんましないね。ないね。うん。安心感がある、そういったところは。しっかり走って。うん。これが人気の理由が分かりましたね、実際運転してみるとね。なんかね。うん。分かっちゃったね。ちょっと、難しい感じで、あの上級テクニックっぽい気はするけれども、うん、アウトドアで やっぱりこう冒険心をくすぐる感じをしたいのが、うん、いい車なのかも。本当に童心に帰る感じがする、ね、そんな感じで、ね、うん、で本当運転視界っていうか、この前の見方いいよね。見方いいよね。横のガラスも本当に全面的で大きいんでね、開けた時がすごい楽しい、うん、あの開放感が。そうだね。でこれ運転してて思ったんだけど、ここがねくぼれてるんで、この耳たぶミラーが見やすかったね。あ、実用的っていう感じで、本当に実用的に見えるかなっていう感じがしました。よりこう開放感というか、あの視界を広げてくれてるのが、うん、そう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 、まっすぐよりかは絶対いい、うん、絶対いいね、これね。これはどの車にもこう入れてほしいかな、うん、すごい ね、視覚になりにくいよ ね、 ね、なりにくいよね。これ運転すると本当感じます、ね、ここがねくぼれてるのがね。うん、いい感じだね。私ね、このジムニーシーラのね、見た目がめちゃくちゃ好きなんですよ。うん、チナポンって女子的にはどうなのかな。可愛かったよ。あ、今日はあの可愛いんだ。あの白と黒のツートンや、うん、パンダ色やった。うん。可愛いなと思って。あの白黒ってさ、間違ったら業務用になんかなる感じの時もあるやん。うん。そういうのがなかった。これ白黒っていうかピュアホワイトパールなんで、そんなん白だけだね。フェンダーの部分が黒いけどね。からか、うん、でもなんかそういう業務っぽくもなくて、うん、ちょうどいいデザイン。まあ、やっぱりホワイトはね、どの車でも人気あるけど、うん、このピュアホワイトパールは高級感があるかなっていう感じがしました。
でもあんまり高級感ありすぎたらアウトドアとさ、なんか、いつかわしくないような雰囲気になるのかなとは思ったりしたけど、デザインがいいのかな。まあ、一応このカラーで、シエラで人気があるのは、ジャングルグリーンでしたかね。緑っぽいやつと、あとやっぱり黒が人気あるみたいです。やっぱりそういう。でもこのホワイトも良かったね。ピュアホワイトパールもね。かわいい。女子的には可愛いんだ。これ男子的にはね、かっこいいと思うんだよ。あ、そうなの。そう、かっこいい。武骨でかっこいいっていう感じ。そこまで武骨感は感じないけど。本当この四角感がすごい武骨な感じしない？丸みを帯びてないというか、カクカクっとね、してるから。カクカクやねんけど、そこまでカクカク、イカクついっていうわけでもなくて、なんか、いいなと。ああ、女子的には可愛いってなんだね。まあ、じゃあ、かっこ可愛いって感じなのかな？基本女子は何でも可愛いという。褒め言葉が可愛いなって思う。ああ、そうだね。何でも可愛いって言うもんね。褒め言葉がな、どうしても。でもそれは本心で可愛いと思ってるんでしょ？そう。かっこいい、そう、男性の望むかっこよさと思った違うかな。私的にはね、かっこいいと思うんですよね、これ。中はでもめっちゃ男性仕様って感じだよね。ああ、そうだね、こういった感じがね。私、スポーツカーとかね、最近だったら BRZ、スバルの BRZ とかもすごいかっこいいなと思うんですけど、この武骨な、このシエラもね、めちゃくちゃかっこいいと思うんですよね。これはまた違うかっこよさがあるんですよね、本当に。さあ、今日一日、ジムニーシエラをお借りして、どうだったでしょうか、チナポン。なんか今までにない車の走りだったから、新鮮やった。ああ、新鮮だったね。私的には以前に、ラブ4に乗ってたんで、すごい本当、懐かしいなっていう感じをすごい味わっています。なんだろうな、どうしよう、右寄りになるよな。やっぱり、なんとなく、ちょっと右寄りを走りがちになっちゃうかな。気持ちになんか。なんかね。で、それで左に伏せようとは思うねんけど、大丈夫かな左って思ったり。なるなる。ちょっと若干右寄りに走り気味だね。何やろ、私たち。慣れてないからかな。慣れてないから。わかんないけどね。さて、いかがだったでしょうか。本編でも話していますが、高級車と言われるような驚くようなパワーがある、乗り心地が素晴らしくいい、ハンドリングが軽快で曲がりやすい、静粛性がとても高いといったわけでは決してないのですが、運転してて楽しいんですよね。本当それに尽きる車だなというのを今回とても感じました。本当にオンリーワンな車なので、長い納期を待ってでも欲しくなる一台だなと思います。次回は走りも楽しいこのジムニーシエラの所有欲を満たしてくれるかっこいいエクステリアやインテリアを詳しく紹介しようと思いますので、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をして次回もご覧になってください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。